おはようございます。コールキです。今日は僕の家のレコーディングブースについて喋りたいと思います。まずですね、とても狭い。この手がもう広げられない。すごいです、横は。縦は結構手をかざしても届かないぐらいギリギリね。カメラがギリギリあるんですけど、届かないぐらいですね。天井もまあ手を伸ばしたぐらいですね。防音の効果としては思いっきり叫んでも外は喋り声しか聞こえない。ああ うん、大丈夫ブースの中はどうなってるのかというとまずクラリネオこれクラリネットっぽいちょっと違う楽器ですねで次ジャケットとかかけてあります音の反射を少なくするのと同時に収納になるっていう合理的こっちもねヘッドホンのケーブルがすごい長いのが刺さってるんですが楽器を録音するときに、まあ、ヘッドホンをつけたままパソコンの前まで行くっていう存在感があるのが三味線 なかなかね、これ、ぶつけないようにしながら弾くのが大変ですね。で、これはヘッドホンアンプですね。さっきのヘッドホンにつなぐっていう。あの上のバッテンはドリンクホルダーに無理やり、こう、ぐるぐる巻いて繋げてるっていう。で、楽譜スタンドあるんですけど、ここには iPad を置いて、コントロールとかしたりとか、あとこれは最近ベルカント商法っていうのはハマってて、あの、ちょっと練習しますね。おー で、でここの棚最近買ったんですす。けど、いいいろろ置てます手につけるものとかね小物を置いたりしてピックとかも置ける下の方はあのゴミ箱に笛をぶっ刺してるっていうすごく怒られそうな感じになってますこれでサクッと取り出して吹けるっていうこの黒いのがマイク中に紙をめちゃくちゃ入れて湿気を吸わせるようにしてカバーかけてます,これ換気扇です で、これは椅子。出したり入れたりするから折りたたみのを使ってます。で、このレコーディングブース、これ実は自作なんですよね。前一緒に住んでた友達のお父さんに設計してもらって、みんなで作った。で、周りからの音も入ってこないし、自分の音も外に出ないっていう、やっぱレコーディングブースっていうのはすごい快適ですね。なんで、皆さんも自作に挑戦してみてはいかがでしょうかではだ、